皆さんこんばんは、オーシャンです。今日はですね、フクロモモンガのチェゲバラくんですね、今ケージのお掃除をしたんですが、お掃除をしている間にですね、この小さなケースの中に入れておりました。ケースを開けてですね、ケージの中に戻ってもらおうと思ったんですけれども、ちょっとね、なかなか出てこなかったので、ちょっとゼリーを使ってですね、外におびき出しております。ただね、案の定見ての通り、ゼリーを食べるだけでですね、外にはなかなか出てきてくれてないですね。なかなかね、こういう水も、取ることがね、少ないので、ちょっとまあ記念に取ろうかなと思って、カメラを回しております。普段だとね、結構ね、さっさと外にね、出たりするんですけれども、やはりね、ちょっと外が寒かったりとかね、まあ暑かったりとか、気温の変化だったりとか、環境のちょっとした違いとかも、まあ敏感に感じ取るんでしょうね。今日はね、ちょっと寒かったかな。なかなかこのね、なんていうんでしょう、ポケットといいますか、この中から出たがらないですね。もう最近ね、ちょっと肌寒くなってきて、このポーチの中に、一日の大半を過ごしてますかね、この中に丸まって寝ております。このちょこんと顔を出すこのシーンがね、すごく可愛いんですよね。なんかね、他のフクロモモンガちゃんと違ってですね、こう目と目がちょっと離れてるんですかね、こうちょっとね、のっぺりした顔立ちなんですね、チェゲバラ君。なんかそこがね、ちょっと人間っぽいような顔がして、自分的にはちょっとイケメンだなと思ってるんですけれども、ちょっとね、親バカが出ちゃいましたね。なんかね、他のフクロモモンガとはちょっと顔が違うなぁなんて思いますね。で、今あげてるゼリーなんですけれども、小動物用の、水分補給と、乳酸菌が少し入ったゼリーですね。一応のちょっと昆虫ゼリーとは違うので、昆虫用ではないですね、小動物用のゼリーは。ゲバちゃんを購入したお店で、イベントのためにね、何個か買い足ししております。で、またね、ちょっとね、ゼリー少なくなってきたので、まあ、また今月にね、ブラックアウトとか、イベントがね、東レプの冬ですね、1年ぶりに開催してますので、そこでね、ちょっとまた調達しつつ、いろんな用品とかね、見てこようかな、なんて。ゼリー食べるだけでね、なかなか出てきてくれないんですね。もう非常に怠惰な生活をしてますよね。あったかいポーチの中で顔だけ出してご飯を食べるっていう、いい身分ですよね。かわいらしいです、ね。またゼリーがね、ちょっと甘いのでね、またちょっとお気に入りといいますか、この匂い、もうゼリーを出すとね、もう分かるんでしょうね、すぐに飛び出てくるんですけれども、今日は2つでみかんを食べるかのごとポーチからゼリーを食べるという感じですね。でね、今いっぱい食べてですね、お腹いっぱいになったみたいで眠くなっちゃったね。はい、寝ました。なかなかこのケースというかポーチから出てこないので、このままお掃除したケージの中に入れます。で、まあ自然と自分から出てくるのを待つっていう感じですかね。今日はですね、ちょっとゲバちゃんのね、いつもとちょっと様子の違う映像をお届けいたしました。それではですね、また皆さん次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。